はい、皆さんこんにちは。アクアレノンです。今日もアクアレノリウムの方やっていきたいと思います。今回の主役はですね、ちょっとね、ブラックアロワナなんですけど、ちょうどうちに来てね、去年の1月22日に買って、この撮影日が1月24日なんですけど、ちょうど1年と2日ですね、うちに迎え入れてからね。ただ迎え入れてから1周年という記念の日なんですけど、まあ画像でもわかるように、もうちょっとボロボロなんですよ、ヒレとか。見てください、これ。美しかったブラックアロワナがこんな姿になってしまいました。ちょっとね、これもうやばいなっていう状態なんですけど、非常に、まあ、最大の危機ですね、ブラックアロワナを迎え入れてからね。まあ、ちょっと動画の方で説明していきたいと思います。はい、ということで本編動画スタートしましたけれども、ちょっとね、見てください、このブラックアロワナ。美しかったあのブラックアロワナがね、ちょっとひどいことになってますね。尾びれもちょっと切れちゃってますし、背びれもボロボロですね。腹びれぐらいですね、ちょっとちゃんとしてるのはね。これね、まあ、経緯を説明すると、もう簡単なことなんですけど、約1週間前ですね、1月16日に、今の 120cm 水槽にデビューさせたんですよ。まあ、その動画も上げてるので、見てない方がいらっしゃいましたら見てほしいんですけど、その動画と見比べたらもう一目瞭然なんですね。もうまずもう背びれほぼないです、今。切れちゃってて。で、尾びれもちょこっと残ってるような状態。これなんでこんなことになったかといえば、これいじめられたんじゃないかって皆さん思ってると思うんですけど、違うんですよ。全然いじめはなくて、120cm 移してから約1週間経つんですけど、その間にいじめられてこうなったんじゃないんですよ。勝手になったんですよ。これ勝手になるのよ、ブラックアロワナって。神経質っていう話はもう前々からしてたんですけど、神経質な上に体もね、やばいっていうか、もう丈夫じゃないんですね。ある程度の大きさ、もう大人の大きさになっちゃう、なっちゃえば丈夫になるんですけど、まだね、これ、35センチぐらいで、まだ大人じゃないんで、やっぱりこの辺のナイーブさ、もう体的にも、こうなってしまった原因っていうのは、簡単に言うとストレスなんですよね、ただのストレス。ただのストレスで、こんなことになるんですよ。ね、びっくりでしょ。これ感染症とか、そういう病気とかでなってるっていう、まあ、見解もできるんですけど、明らかに、でも、だんだんこうなってったんで、で、泳ぎ方とか見てても、病気ではないと思うんですよね。尾びれがちょっとね、オグサレ病的な感じもしないでもないんですけどね。ただ、餌やっぱり1週間、まあ、本当に食べてないです。まあ、もうストレスでこうなったわけですから、もう1週間のストレス、精神的ストレスで、餌なんかも食べるはずもないですよね。餌食べてたらこんなことになってないと思いますし、ただ、いじめられたとかではないです。もう、大体わかるんで、家帰って見てれば、もういじめられたり、そのちょっかい出されてれば、大体その見てる間に大体そのやってますから、誰かが、犯人がいますから、これ確実にストレスだと思いますよ。で、こうやって餌あげても、こう餌の時は結構ここのね、今のリビングの、失礼失礼、リビングの 120cm 水槽の魚は、結構どう猛なやつはみんなリビングにの、ね、リビングのメイン水槽に移したので、ポリプテルス中心の割とおとなしめなのが集まってるんですけど、餌の時はやっぱりがっつくんで、結構餌に群がる迫力はあるんですけど、その迫力に押されちゃって、もう全然餌の方に行こうともしないんですよ。これいじめられていじけてるわけじゃないんですよ。ビビっちゃってんですよ。ビビってもうこっち向かないでしょ、もう完全に。餌もう来てんの分かってんですよ、これ。多分横目で見てて、もう餌どこじゃないんですよ。だからね、まあ、結論から言うと、もう 120cm に移したの失敗ですね。1週間でも失敗って感じです。で、やっぱりいじめとかじゃないんで、でもストレスから魚って結構病気になるので、ちょっとオグサレ病入ってるかなっていう感じもあるんで、もうこれ移します、戻します、また60cm 水槽に。ちょっとね、ブラックアロワナの今回動画だったんですけど、残念なちょっとお知らせの動画になっちゃいました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、方もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。
ブラックちゃんね、ほんとナイーブで大変だわ。